山陽電気鉄道300系電車、山陽電気鉄道300系電車、山陽電気鉄道300型電車は、山陽電気鉄道に過去に在籍した通勤系電車である。車体幅が狭くラッシュ時の乗降の危険性が指摘されていた200系の機器を流用し、1962年から1968年に、 かけて、制御電動車である3 0 0系3 0 0から321と、中間電動車である3 3 0系3 3 0から335の計2 8両が製造された。当初より普通列車用として企画され、早急に在籍全旅各社の広幅車体化を実現すべく、極力低コストで製造できるよう設計されたため、簡素な作りであった。 250.270型への車体更新工事の完了と老朽化が著しかった1000番台の潜在復旧車の廃車解体により100型が淘汰された後、山陽電鉄には強幅車体を持つ車両として200系201から233の34両が残されていた。当然ながらこれらについても車体の広幅化が求められたが、 当時の山陽電鉄は、神戸高速鉄道建設計画の進展により、その対応に巨額の費用を要する状況にあったため、これまでのような手の込んだ更新工事はできなくなっていた。しかも、乗客の激増で、ラッシュ対策も求められるようになり、三扉化の要請も強くなっていたことから、様々なプランが検討の訴状に上った。この結果、 主車である200型とほぼ同格の15メートル級で、あるが、車体幅を2.8メートルに拡幅試客用扉を3扉化した270型に準じた、設計の全金属製車体を新造し、これと旧車体を乗せ替えることが決定された。その際、コストダウンが厳しく要求されたため、第一陣となった300から305については、川崎車用弦、 川崎重工業車両カンパニーで製造した交代を自社赤子工場に持ち込み、そこで200型から機器を移植して偽装するという涙ぐましい努力が行われた。もっとも工場職員が本来の研修業務の合間を縫って偽装を進めたことから本形式の偽装作業はそのスケジュールが著しく遅延した。この反省から続く306以降については、 川崎車両へ200型からの流用部品を持ち込みの上、同社で一貫生産するように変更されている。第一次車として300から305が1962年に、306から315が1963年に、316から321と330から333が1967年に、そして、 最終造備車となった334.33五が、神戸高速鉄道開業直前の1968年に製造されて、合計28両で揃い、未改造で残された200系の廃車あるいは、電動貨車への改造と合わせ、ここに、採用電鉄から、車体幅2.4メートルの強幅車体を持つ、旅客用車両の到達が完了している。常実の通り、 270型に準じた、順調角構造で車体幅2.8メートル、車体長15メートル級の軽量、全金属車体である。ただし、270型と異なり経費節減を図ることが厳しく要求されたため、その構造は、車体裾その丸みを排してそのまま切り落とすなど、随所の構造、工作が簡素化されていた。 中でも明石工場で偽装された300から305については、全小棟が200型から流用の外付け式とされており、その方針が徹底して遵守されていた。窓配置は DD2D3D1、DD 300K 及び 1D2D3D1、330K で D、客用扉に隣接する表記の一枚窓が H ゴム指示によるぶ黒窓とされていた。 側窓は上段加工、下段上昇式の二段窓で、前面の造形は270型とほぼ同一とされた。ただし、上述の通り、第一次車の300から305のみは、全小道が半埋め込み式の流線型構造のケーシングではなく、従来通りの独立したケーシングを台に乗せたタイプとされていた。座席は、 ロングシートであるが、収容力向上を機として車端部の座席が省略されており、座席定員はわずか40名であった。車体設計については270系30車を基本としつつ簡略化していたため、製造後の回収点は同車とほぼ共通であり、列車無線及び ATS 導入に伴う機器の追加搭載、全消灯のシールドビームに投下、そして、 全面貫通扉への種別、行き先表示器の設置が、神戸高速鉄道への乗り入れ開始に前後して、順次実施されている。台車は200型から流用の、蛍光組み立式のイコライザー式台車である、BW-1、主電動機は2 7 0系用と同型で、新規電鉄1系のゼネラルエレクトリック製、電動機を国産化した芝浦製作所製 SE-07。 b 端子電圧750ボルト時定格出力5 2ット、波数比63-23つりかけ式駆動主制御機はオリジナルの g e 製 K38 直接制御機を独自に改造した間接制御機を装備していた200系全機車に、ついてはこれを捨てるの上100系の270系更新時に発生した GEE 製電磁単位スイッチ式制御機 pc コントローラの模倣品である芝浦製作所製 rpc-101 が搭載され、当初より rpc-101 を装備していた後期車についてそのままそれが流用された。また、ブレーキ弁だけは長大編成化を前提に、営動差弁仕様の AMA 自動空気ブレーキが新規採用されたが、ブレーキシリンダーやロットといったブレーキワークを構成する主要部品は、 200系の非常便付き直通空気ブレーキ、SME ブレーキ時代のものが極力再利用されており、ここでもコストダウンが徹底されていた。270型では老朽化や機能面での問題から再利用されなかった制御機が再利用されたことや、主電動機の電気子軸強化が実施されなかったことでも、わかる通り長期使用を前提とした設計ではなく、 その走行性能は270型と比較して明らかに見劣りしたが、神戸高速鉄道開業までに2.4メートル幅車体を持つ旧型車を到達するという目標は本形式によって達成され安全性向上に大きく貢献した。本形式は200型をそのまま置き換える形で収益を開始し、当初は2両編成で普通列車に使用された。その後は、 輸送単位の増大に伴い、3連4連と順次、増結を繰り返し、主としてラッシュ時を中心に、本線で普通列車専用として運用された。なお、その増結にあたっては、同型伝送品を備える250系252が組み込まれた編成も見られたが、それ以外は同系車のみによって編成が組まれていた。 15メートル級の小型車ながら座席定員の少ない3扉車であったため4連時には19メートル級車の3連を上回る収容力を発揮したがその反面吊り掛け式駆動の旧型台車に加え診断時の衝撃の大きい旧式制御を装備していたため乗り心地が悪く乗客からは嫌われた特に冷房車が心臓されるようになってからは格差が目立ち 冷房化促進のために一時中断されていた3050系冷房車の申請が再開されると、1981年の300から303より廃車が開始され、状態の悪い車両から準備到達が進められた。もっとも収容力の大きさが魅力的であったためか、330型を含む後期生産分は旧型車の終焉までオンズオンされた。 1986年夏の5000系、第一次社の収益に伴い、最後に残されていた316から330から331から317.318から334から335から319の4連に編成が廃車されて、形式消滅となった。1八十五年夏に三千五十系アルミ社に置き換えられて、 運用を離脱した本形式最終制作グループに属する320から332から333から321の4連は333.321はそのまま解体されたものの320については老朽化していた事業用車の 1K1 を置き換えるべく側面中央扉を同系車から流用した客用扉を活用して大型両開き扉化し 内部にクレーンやウィンチを搭載して10系19円車に形変更され332についても高砂市内の保育園に払い下げられて保存、現存されることとなった。もっとも10については走行機器の老朽化が深刻となりまたその補修部品の調達が困難になってきたことから1990年に3550、計3550、 旧2 5 0 0 k 2 5 0 3を改造した 1500K1500 15への置き換え実施されて廃車となった。その後はそのまま車庫に放置されていたが、直通特急の増加に伴う6連化で1998年に 5000.5030K が増備され、東二目車庫が手狭になった際に他の残存級が他車と共に対処分されている。ただし、 その BW-1 台車は保存の手配が取られ、同時期に解体された300.330の同型台車等と合わせて、ニューヨーク交通博物館、リオビスタ鉄道博物館、阪神電気鉄道の3団体に寄贈されたが、いずれの台車がどの団体に寄贈されたかは定かではない。かくして、産で用された型両も保存されなかったのに対し、 心臓車建造予算の不足に対する苦肉の策として製造され、ラッシュ自治体に運用されたに過ぎない、本形式が台車のみ、あるいは中間車のみという変則的な形ながら、保存の機会を得る、という皮肉な結果となった。これは本形式が、ボールドウィン製台車 G 製手電動機の忠実な、コピー品を装着し続け、しかも15メートル級の小型車であったためであるが、 博物館が保存の価値を認めるほどの古典的ハードウェアが1980年代半ばまで現役として本線上で運用され、1990年代末まで車庫で温存されていたという事実は注目に値しよう。なお、BW-1 については本形式廃車後、複数が東二見工場内で使用する仮台車に改造の上で流用され、現存している。 332号車については現在は民家になっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。